昨日のやつどれだ。あったサムネすごすぎだろ。こんな凝ったサムネ編集さすがすぎん。ちょっとまあね、びっくりした。星川すごくない？いや、まあ、そこじゃないよね、ごめんね、違うよね、あの内容だよね、まずね。うん、いやさすがホロライブとかじゃない、違う、あのさすが船長です、これ本当に。いやでもね、あの突、そもそもの逆突、ペコマリ逆突みたいなあの企画があったちょっと後にこれあの裏で撮ったんですけど、怒っていいよね星川あれあれ怒っていいよね星川あれさ、なんか終わった後、そうか、まあ星川悪いことしたし、しょうがないかって思ってたんだけどさ、みんなの反応見てるとさ、な星川かわいそうじゃね、怒っていいよって言っててさ、そうだよね、本当にアクタンと会ってない、あの日本当にアクタンと喋ってない。いやまあ別にいいよ、アクタンの LINE 欲しいけど、もらえるなら欲しいけど、別にそんなね高望みしてるわけじゃないんで星川は。一オタクとしてあの彼女が幸せに生き続けていられるなら別にいいんですけど、期待させられた挙句結果夏色祭りってすごい高低差が。まださ船長の LINE とかだったらさ、おー嬉しいってなったかもしんないけどさ、夏色祭りって、いや祭りちゃん LINE 持ってるしね元から持ってるしね。うん、なんかさちょっと気になってる人いたから、話してなかったから話すんだけど、そうなんですよ、おしくは一回ね、アクタン、あの港アクアさんとね、カラオケ行ったことあって、うーん、まあ一瞬だったんですけど、ごめん、めっちゃキモい深呼吸してた。いやそうなんよ、とりあえず握手してもらって、台湾じゃないよ、玉木くんがね確かね話してたから、玉木くんとかね目頭とかねその辺なんだけど、とりあえず握手して、アクアイロパレット歌ってもらえませんかつって歌ってもらって、あの本人の目の前で大号泣してきた。うん本物だ、本物ちゃんと大号泣してきた。めっちゃキモかったあの時の星川、ガチキモかった。そのこともありましたけどね、結局 LINE はゲットできずと、うん、いいけどで逆になんかカナタンさんとちょっと友達になれそうな感じしたわ逆によくわかんないつながりできちゃったわ、カナタンさんと。なんて説明したらいいかわかんない、対してちゃんとお話ししたこともなかったのに逆突につなげてもらいの、騙されの、煽られの、なんかよくわかんないつながりできた。カナタン全然似てないのおもろかった。カナタンのやる港アクアさんの真似よめちゃくちゃ過呼吸だった。アクタンはあんなんじゃないから、ごめんね、あのアクタンの話し始めると星川止まらないから、ちょっとやめどき今見つけてる。いやほんとね、人の推しはバカにするもんじゃねえ、人の好きなものをバカにするもんじゃねえ、わかるかみんな、いいか、止まるんじゃねえ、おう止まるんじゃねえぞなあ、受け入れてやれ、人の好みにはな、絶対否定しちゃいけねえんだよここでマンゴータルトを食べます。